皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーの社員シャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜してたった一度きりのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが出来上がる。そういうモードでやってない。クリマリッチいますね。クロアチアのね、はい、セントパート。すいません。オーバミアン。はい。あ、ソンフミもいる。ソンフミは両利き設定なんですね。はい。オーバミアンもいますね。このスピードがありますね。スピード以外のね、能力、まあ、シュート86ですけど、比較的ね、低めの85付近に最大値設定されて、他は全部70代後半と、はい、まあ、スピード重視の選手と見られているということですね。面白いですね。はい、ソン・フンミンはドリブルなんで、で、ベンタンクールですね、ウルグアイの、ミッドフィルダーと、ヴィグルですか、ドイツの選手ですね。パス能力高いですね。いや、この人真ん中かな。はい、アルジェリアの、で、クロアチアのね、はい、ビーダーですか、違うか。はい、プレミアの選手ですね、きっと。アルゼンチンのバネガですね。はい、韓国の選手と、はい、メキシコの選手ですね。はい、で、ブラーブキーパーですね。チリのゴールキーパーですね。まあ、有名ですね。はい。で、マフレズ、大島亮太、ミラゲンタ、久保優也と。なるほどね。はい、クリマリッチ使いそうですね。マフレーズ。マフレーズもね、使っていきたいですね。いや、ウィンガーか。うわー、これどうしよう。そうか。ちょっとクリマリッチインサイドハーフしてみよう。マフレーズ。まあ、その分ちょっと中に入ってもらって。はい。オーシャンを使いたい。そうか、ディフェンダーが、まあ、大島入れて、クリマリッチ外れちゃいますね、これ。いや、ここ入れて、はい、大島を守りに、ペンタンク、フィグル、うん。なるほどね、なかなか難しいところですね。この、ねえ、これ守り使わなきゃならないんで、もったいないですね。まあ、いっか。ダブルシャードやりますか。はい、ちょっとね、これで見てみますか。面白そうなんでね。久保優也はセンターフォワードにして、ソン・フンミンと、クリマリッチのね、ダブルシャドウという、相当贅沢な作りになってますね。で、マフレーズ左に入って、オーバーミアンと。センターミッドフィルダーにバネガとベンタンクールですね。で、ヴィグルで合ってるんですかね。ドイツの。はい、この人ね、要にして、で、このクロアチアのね、この人、逆の方がいいかな。まあ、いっか。はい。で、大島亮太は入ってもらうと。で、ブラー、ボキーパーですね。はい。だいぶね、強いですね。相手アメリカですね。はい。うん、まあ、これは攻撃が、わ、ダブルシャドウが機能するはず。はい。ここにボール取れましたね。で、マフレ、わぁ。はい。バネガから、マフレーズ使いますね。はい。うまいですね。今の。ボールタッチが非常に柔らかくて。で、シュートまでいっちゃうと。うん、やばい。わあ、シュートになっちゃった。中央に、ここに上げてみます。ポーンと。えい。あ、ダメか。こっちで誰か、ヘディングの、打てる人いましたっけ。わあ、なんで今の。ヘディングはないか。はい、真ん中ね、久保優也で。はい、まあ、ポゼッションで勝ちたいかな。あ、オーバーミアン。難しいことやりすぎてますね。ちょっともうちょっとシンプルにね、ゴールにさ、うわー、そうか。はい、いや、はい、アメリカがね、だいぶ引いて守ってるんで、そこにね、引っかかってますね。はい、ここ硬いですね。はい、今のところアメリカのね、ディフェンスが、しっかりはまってますね。はい、ソン・フンミンのドリブルがありますね。うわー、取られた。やばい、それを取られるとまずい。はい、大島から、マフレーズと。でね、中央一回折り返して。ここね。はい。で、サイル使いますね。クロス上げてみて。わー、ダメですね。バネが頼む。よし。はい。いや、ダイレクトだった。今のダイレクトですね。うん。いや。はい、ちょっと。はい、わー。うん、ちょっとね、ボール拾えてるんですけど、
勝った後ね、パスが引っかかっちゃってますね。わあ、ここも、そうか。いやー、うまくいかないですね。ほとんど相手のアタッキングサードで時間を過ごしてるんですが、こっちがね、カウンター気味に入ろうとするところで、ボールをね、こうやって取られちゃってるんで、いやー、ちょっと内容悪いですね。0-0ですね。まあ、悪くないか。はい、マフレズが、ボールカット。ここですね。いや。アメリカ意外とプレッシングが強くて、対応早いですね。はい。マフレズから、中央ね、久保に上げて、シュートで1点ですね。はい。久保落ち着いてましたね、今。わ、ちょっと待って。大島、追いつけない。はい。はい、ソン・フンミンからオーバーメント。はい、ここね、もう、ここで行っちゃいますか。こんだけスペースあったらね。ダメだ、クロスですね。うわ。いや、待って。やばい。追いつけないか。はい、ベンタンクールから、ボールカットしてね。ここですね。はい。はい、クリマリッチボール持ちましたね。頼む、中央行って。うわぁ いやー、ほぼ1点。はい、いやー、ここでボール取れないですね。はい、大場面ですね。うわぁ。ああ、打っちゃった。シュートになっちゃいました。はい、クリマリッチから、久保のね、個人技でシュートで1点ですね。はい。左隅にね、うまく決まりました。ちょっとね、アメリカのね、やっぱ強さがだいぶ出ちゃってますね、これ。こんなに、プレッシングがね、やっぱしっかりしてるというかね、運動量も豊富で、技術はね、そこまでじゃないですけど、はい。いやー、あとキーパーがいいですね。はい、というわけで2-0ですね。ちょっと内容的にね、不足した内容でしたね。こっち、フォーメーションで、ね、久保優也センターフォワードにして、ソン・フンミンと、あと誰でしたっけ？ダブルシャドウでね。はい。で、左マフレズで右を、大場面ですか。で、センターミッドフィルダーにね、バネガとベンタンクールと。でね、後ろに大島亮太とか、はい、ウィグルとか、その辺のね、選手控えてもらって、キーパーがね、ブラーブですね。はい。かなりね、攻撃的なフォーメーション取って、倒せる内容だったではあるんですけど、アメリカのやっぱり引いて守る、ディフェンスの力というかね、はい、それが存分に発揮されちゃいましたね。ちょっとこっち、まあ、狙いとし、まあ、ただカウンターもね、ある程度潰せてはいたんですけどね。まあ、比較的バランス取れてましたが、攻めきれなかった。っていうことですね。はい。なんだろう。やっぱりね、大場面でもう、あとその分もいるんで、ドリブルでね、ポイントで切り崩しちゃうやり方が多かったかもしれません。前にね、人数かけたんで、まあ、リスクを取った攻撃になってるんですね。1人ミッドフィルダー増やせば、まあ、そのリスク回収されてね、相手のアメリカのね、攻撃フェーズをさらに減らして、内容も圧倒するというね、そういうゲームプランの方が良かったかもしれませんね。今回は最前線に5人置いて人数かけて、崩そうとしたんですけど、アメリカが引いて守ってきて、そこで全部引っかかってね。まあ、ただカウンターもアメリカね、そんな怖くないというかね、潰せて、こっち潰せてたんで、そこは狙い通りですけどね。はい。まあ、全体のゲームプランとしてどうだったかなっていうね、そういう感じはありますね。はい。まあ、ただ攻撃としては、まあでもそんな形作れなかったか。はい。左多かったですね。右の大場面ね、うまく使って、サイドね、切り裂いて、みたいな形の方が、面白かったかもしれませんね。ソン・フンミンのドリブルも不発でしたからね。はい。まあ、ただ、まあ、一番活躍したのはベンタンクールとかですか。はい。だいぶね、トレーレいたっけ？トレーレいないですね。だいぶね、
中盤の運動量だいぶ豊富で、ただそこでボール取れてね、はい、アメリカのカウンターを潰していたと、そういう内容でしたね。というわけでね、まあ、また次回もね、ゲームプランとか、試合の、ね、内容展開に注目してね、ちゃんと相手の攻撃を潰せているかとか、こっちの、守備フェーズの働きね、どうとか、そういう風なところを注目してね、やっていきたいと思います。というわけで、今回はこれで失礼します。